久保田蓮介吉の久保田です。質問コメントの続きいきます。ですね、沼木さんというタイトルの動画に沼木さんから、コメントをいただいておりまして、で今ちょっと読み始めようと思ったらめちゃくちゃ長かったんですよね。こんなに続きってところを押したらブワーッと下出てきて、でこれはもうちょっとね、一回こうね、動画も撮影もしないのにバーッて読んで、また動画撮影して読むよりかはもう読みながら答えた方がいいのかなと思ってね。久保田コーチのコメントに対する回答と質問ですというふうに書いてあるんで、とか質問がどこに質問あんのかちょっと見当たらないしあれなんで、動画撮りながら読んでお話ししようと思います。左手スイングについて、そうそう、なんか沼木さんの動画を見た時にね、右手でも左手でもやってて、でそれがフォアとかバックだけじゃなくて、なんかサーブも左手でやってるのありましたよね、素振りをね。パッとこう素振りしてるとこストップピッて入れたら左手やってたり右手やってたりとかなんかいろいろあったんでね。左手スイングについては、見ていただいた打ち合いの数日後に試合をしたところ、おっしゃる通りフォアで下ろしすぎで肘が痛くなりましたが、テニスがやりたいので右手の打球は封印してテニスしてましたと。要するに、まあ左手でやってた、右手が痛いんで左手でやってたってことですよね。これによって気づいたメリット2つありますと。1つ目は、右手が疲れても左手で引き続き動きの練習が継続できるところです。2つ目は、打球していなかった右手がうまくボールを捉えるようになったこと。多分左手の位置が分かるようになってくることにより、右手の手の位置がより鮮明にどこにあるかが以前より分かるようになっていると思います。まあそれはあるかもしれないですね。スノーボードでスイッチスタンスで行っていた時にレギュラースタンスが上手くなったことを思い出してテニスにも取り入れております。ちょっとスノーボードよく分かんないですけど、まあそういう反対側向いたってことです。いつもじゃない方を向いて滑ってみたってことですよね。その時にいつもの方が上手くなったからってことですよ。ただこう、まあ、一つ目の理由、メリットなんですけども、右手が疲れても左手で引き続き動きの練習が継続できるってあるんですけども、私の、経験というかね、私はですね、左手の方が疲れるんですよね。例えば、なんかまあ年末とか結構休みがあって、1週間近く休みにとってね、で、まあレッスンまたガーッと入ってたんで、それでバーッと1週間ぐらいやって、やっぱちょっと筋肉痛になったなーって思ったのは、左胴回りなんですよ。右腕って別になんてことないんですよ。で、サーブ打った時も、サーブってまあ、打たなかったらね、レッスンでやらなかったらもうずっと打たないんで、サーブとかね。まあ、レッスンでちょこちょこ打つぐらいなんで、でそれもサーブじゃあちょっと、ね、コートが自分で借りて一人で練習しようかってなって、まあカゴを3つ4つ打った時に筋肉痛になるのって左の肩周りなんですよ。だったりこの脇腹だったりね、右手って何ともないんですよね。だからね、本当は左手の方が疲れるんですけど、右手が疲れないように左手を使う練習を本当私だったらしてほしいなとは思うんですけど、せっかく今右肘が痛いんでしょ、右肘が痛いんだって、それ痛いっていうので、その間違ってますよって教えてくれてるんで、そこを通らないように打つ練習が本当だったらできればいいと私は思いますけどね。だって、例えば熊本の W さん、最初のレッスン来た時に両肘テニスエルボーでラケット触れないですって言ってきたんですよね。その状態でレッスン依頼してきたんですよね。じゃあだから、まあ博多の森その時ね、コートを取らずにというかね、まあ博多の森で話だけでも聞いてくださいっていうことでお会いしたんですよ最初ね。でも肘痛いんで、もう私としてはもうね、一回じゃあどんな感じかコートで打ってみましょうよとは言ったんだけども、いやもう痛いんでできないですっていうふうに言われて、でその時にそのね、以前のそのスクールで撮った動画があったんでっていうことで、その動画見せてもらったら、もう普通にその、まあ、二度引きであるし、体の後ろに手を使ってたりとかね、脇が締まって引いてたりとかなんかいろいろあってね、まあそれは痛くなるかなっていうところであったんで、いやこれはまあこれで痛いんだったら痛くないとこ、痛くない打ち方をすれば痛くないんでみたいな感じでね、コート取って一回やってみましょうよって言ったんだけど、いやもうできませんっていうふうにもう言われてね
じゃあ分かったと。じゃあちょっとその壁打ちするとこがあるんで、ちょっと壁打ちでちょっとあのお伝えするんでって言ってね。で壁でその時ちょっと打ってもらってね。たら、あ、痛くないって言ってて、で間違ったら痛いとかって言ってて、ね、やっぱ二度引きとかちょっとこう前腕が海外して暴れてこう行ってしまうと痛いって。でもこうね、ちゃんと打ち方をお伝えしてね。でそのちょっと制限をかけてて、まあ、バックスイング完了から打ってもらったりとかしてね。でそしたら痛くないって言われて、だすごくそれはね、あの、本当は痛みっていうのはそのもう激しい痛みは休んだ方がいいですよ。だけど、できればそこでこう痛くない通り道がないかなっていう感じで、打球しなくてもいいんでね、素振りでもいいんだけど、だったりバックスイング完了からでもいいし、地味練からでもいいから、それでちょっと痛くないポジションを探すっていうのも私はそっちの方が近道じゃないかなとは思いますけどね。基本的に痛くならないんだ痛くなってもまあ練習できるようにとは思う、それの考えはそれであのいいとは思うんですけど、私としてはね、いや、せっかく痛みがあるんで、その痛みを使って上手くなろうかなっていうやり方は私は好きですけどね。で、CAD オペレーターは、車の部品や釣り具などを設計し図面を描く仕事をやっていましたと。ダンロップの MAX200G のミニチュアを CAD ソフトを使いパソコン上でデータを作り、3D プリンターでミニチュアを作って遊んだりしております。すごいですね。車の部品とかなんかそんな図面書いてたんですか。釣り具、またなんか全然違うものなんですね。釣り具ってルアーとか作ってたってことですよね。じゃあダンロップ 200G のミニチュア、ミニチュアってどのぐらいのミニチュアなのかな。小さいの作れないですかね。プロスタッフの、あ、ま、MAX200G でもあれなんですけど、プロスタッフのこれの10分の1ぐらいのことかってできないですか。もしできるんだったら欲しいんですけどね。作ってくれないかな。まあ、あのプロスタッフじゃなくてもいいんですけどね。ラケットの形をしたものが欲しいんですけどね。なんかこれ素材なのか、何かな、プラスチックなのかな、普通の樹脂で作ってるんですか。 3D プリンターっていうの多分そうだ、そうでしょうね。金属とかじゃないと思うんで、見てみたいな、欲しいな、もし作れるんだったら。10分の1か12分の1ぐらいのラケット、あのダンロップとかプロスタッフとかそういうのじゃなくてもいいんで、なんかないのかなもし作れるようだったらあの作ってくださいよ。次、トラさんの、あの小さい面のやつのラケットについてはメルカリで中古を購入しました。そこで質問です、このラケットのガットどれぐらいで貼って使うのがいいでしょうか。久保田コーチのおすすめをしてください。あの、緩く貼ってました。20ぐらいで貼ってましたね。20パウンドだって、あれ面がもう手のひらぐらいしかないんで、それで強く貼ってもな、あ、25で貼ってたかな。25で貼っても結構強くな、あの面圧高くなるんですよね。なのでまあでもキンキンに貼ってもフレームがしなるんで、そんなに硬くは感じないかもしれないですけどね。私は25から30以上では貼ってなかったと思います。25から30の間だったと思います。それに、ナイロン貼ってました。安いやつをね、もうあのポリエステルとかそういう高いのは貼らずに、1本100円以下 の200メートル巻きで売ってるやつありますよね。ナイロンって言ってね、あのどこのメーカーも大体出してるとは思うんですけども、それあるんで、それの、15L という太さのやつを貼ってました。もう貼り替えるのもめんどくさいんでね、あのぐらいのやつになるとね。で使ってて1回も切れなかったですね、そういえばね、これが質問だった技術的なのじゃなくて、ラケットのポンド数が聞きたかったな。まだ続きありますからね。
見ていただいた打ち合いの動画は2ヶ月ほど前のものでだいぶ改善しておりますと。この2ヶ月間の1日の具体的な練習内容は、朝日とともに前日に興味を持った久保田コーチの動画を携帯に保存して日の出に向かってひたすら動きのコピーをする。すごいですね。右手で習得したことを左手に移行する。両手でそれをやってるんですか。余裕がある日は今までのスイングの復習もする。家に戻り自分の動きをチェックする。いやーダメですね、それはね。家に戻ってチェックはダメですよ。その場でチェックしないと。スイングが体に身についたら自然と壁打ちで確かめたくなるので、壁に行って素振りのスイングで打てるようになるまでひたすら練習。クラブの練習会がある日は球出しで練習。夕方は15時からスタートして日が沈むまで主にサーブの練習。朝日と夕日で練習するメリットは影を見ながら動きの確認ができるところです。影もねちょっと難しいですよ。影で動きの確認するのはね、やっぱ深さとか分かんないしちょっとこうずれるんでね。それ間違わなかったらいいですけどね。だいたい6時、だからその影じゃなくて動画で撮影したやつでその場でこう切ってね、こまめに。だからあれずっと撮りっぱなしで起きで帰って全部やってたのかな。あれはそうじゃなくて一回素振りしたら今のどんな感じだったのか自分の感触と実際の映像と見て、例えばちょっと面の向きを意識してみようと。今こっち前向き、右向きで後ろ向きで下向き前向きで、前向きのままちょっとあって、左向きとか下向きと かそういう風 にしたいと思って振ってみて、それができるかどうかを見て、確かめるとか、そういうのをこうこまめにやっていかないとダメだと思うんですけどね。結果出にくいですよ。だいたい6時間は外で練習して、6時間練習して動画の編集と動画の視聴は 2、3 時間です。これをすると日に日に上手くなっているのが実感でき、毎日楽しく続けています。すごいですね。まあやり方はともかくすごいと思います。このねやり込み具合はなかなかですね。6時間は外で練習して、で家に帰って編集と動画しよう。だからもう動きのチェックを 2、3 時間やるってことですよ。え？それを週末とかにやってるんですか？それは現状のテニスの動画内容だって。右手フォア基本、右手フォア回転多め、右手フォア遠くの打球、右手フォアスライス、スイッチスタンス、バックのせ、なんかいろいろありますね。あ、最新の動画がその、リンク貼ってありますね。これが多分その内容のやつってことですよね。私のここと少し過去の話。僕は、テニスを始めて一番びっくりしたことはテニスの基本がないことでした。地域のテニスクラブのコーチ陣は人によって全く言ってることが違うことに気づき、自分で上手くなろうとサーブをしたところすぐに足の膝を痛めたので、サーブをして膝を痛めた。どんなのやったんですかね。膝曲げ伸ばしを強くやってなんか着地 で左足が痛くなったとかそういうことですかね。YouTube でかっこいいテニスをしているコーチを探しました。それが久保田テニスです。あ、もうよく気づいちゃいましたか。見つけちゃいましたか。少し未来の話。僕は教えることが好きな人間で、スノーボードやサーフィンなどずっといろんな人に教えていました。あ、そういうことですか。そっち系のお仕事されてるんですか。あ、でも違いますよ。茶道、じゃあ茶道はキャドキャドをが仕事っていう、それもやりながらスノーボードやサーフィンで教えてたんですかね。次はテニスを教えたいと考えております。素晴らしい。そういうふうにその、まあ、テニス教えれるようになるところまで上手くなりたいと思って練習するのって全然
違いますよね。自分が上手くなるように練習するのと、まあ、それもそれなんですけども、人に教えれるように上手くなりたいなっていうその視点で練習するのって全然その、違いますよね。ちゃんとこうね、それが何のために必要なのかとか、そういうことを考えるようになると思うんでね。僕の目標のコーチのスタイルは面白いテニスコーチで、面白いテニスコーチで技術的にも正しいテニスを伝えたいと考えております。何しろテニスの面白さを若い子に伝えたいのですと。おすすめの思わず笑える動画はリンク集っていう書いてますね。屋久島の塔頭岳ですかね、これ。山頂の大きな石の壁でのボレーの、山頂にある大きな石の壁とか大丈夫ですか、そんなところでボレーの練習して壁打ちじゃないでしょうね、まさか。そんなところのその大きい石ってかなりやばかったりしないんですかね。よくあのなんかそういうところこう手に触れたりとか、こうわーっと抱きついたりとかして、うんうんとかって言う人いますけどね。ああいうのってやっぱ触るものじゃないと思うんですけどね、私はね。そこで壁打ちしたのかな、ボレーの練習。東京駅の前で久保田テニスの素振り。久保田コーチ、コメント拾っていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしますというコメントいただきました。いやー、なんか面白い人でしたね。ちょっと見てみましょうか。回されてるフォアハンド。なんかすごい足の曲げ伸ばしが激しいです。こんな膝私曲げてます？こんだけ膝を曲げてるのって私ないと思うんですけどね。あんまり足の曲げ伸ばしとかつけずにまずやった方がいいですからね。でやっぱ、あー、これダメかな。前腕力してないですよね、これ。今1球目というか素振りから、最初素振り1回目やってますね。でこの素振りの時もグリップの持ち方がもう怪しいですよね。これこの辺ちゃんとやらないとダメですよ。全然ダメ。これだってグーで持ってますよね。グーで持ってる。完全にグーですよね。あれ、私が見たあの打ち合い動画の時の方がまだ良かったかなと思うんですけど、グーで持ってやったらもう肘とか肩の回線ロックするんで、あれわざと足の曲げ伸ばしをやったんですか今のは。あ、でもやっぱり全部足の曲げ伸ばしやってる。うん、グリップをもうちょっと厚めでもいいかもしれないですけどね。グーで持ってこっち側にこう折ってますよね。こう、これダメですよ。こっち側に折ったらこの持ち方でこういかないと、こっちで持って前腕ロックじゃなくてただ背屈しただけになってて、それから出してこんなになってますからね。でも窮屈になってますよね。これで遠い球とかなんか手痛そうですよ、これ。あ、スライスになった。皆さんもちょっと見てみてくださいね。お、バックの今度スライス、バックのスライスは今度左手になった。あ、上手上手。でも上手ですね、左手もね。なかなか打てないと思いますけどね、すぐには。こんなね、結構やっぱやり込んだんですね。まあまあ、あの、そういうことで。このままね、ちょっとうまくなれればいいですけどね。
このぐらいやり込むんだったらそのまあいろいろこう間違ってされた怪我する前に一回来てもらえたらよかったですね。以前そのレッスンの依頼があった時になんか九州の方にこれそういうことですよね。屋久島に来たってなんか九州に旅行に行くとかなんとかって言ってその時にレッスン受けれたらっていうふうに連絡があったんですけど、そうだったんですか。屋久島行ってたんですかその時。一回ね寄ってまた何かの機会でね福岡通ることがあったらその時はねもう1時間でもいいからねちょっとレッスンできればいいですけどね。ちょっと今のままでやるとまた、結構時間かかるかなと。そんな感じで、まあ、あの皆さんもね沼木さんのちょっとチャンネル飛んでいろいろこう見ていただければねどんな感じでもうレッスンまだ1回も受けてないとで私のレッスンはね1回も受けてないで、まあ、動画見ながらいろいろチェックしながら、6時間日に6時間以上、ね、テニスやってるっていう方なんでそれなりにじゃあ動画見てどのぐらいまでいけるのかな、うん、本当、ま、全くその、ね、テニスはやったことなかった人がどのぐらいできるのかなっていうのを見ていくとなんか、うん、いろいろこう参考になるとは思いますよ。今回は以上です。